箱根駅伝、袋3日、箱根町足の子駐車場から大手町、上位10校のシード権をめぐる争いは明暗が分かれた。史上最多体の16校による袋一斉スタートとなり、見た目の順位と実際の順位が違う中で繰り広げられた熾烈な戦いは9位に提供台、10位に大東大が入り、シード権を確保。11位東海大、12位国士館大。 13位中大は無念のシード落ちとなった。写真、タスキを受け取り、7区へ走り出す中大、吉井俊京前回大会2位の優勝候補で、まさかの往路13位から巻き返しを狙った中大はロックの浦田優と3年、楽観5位の階層で10位に浮上すると、7区ではエース吉井山と、4年、能登と、吉井俊京2年、が歴代3位タイムでの区間賞の激走を見せた。 しかし、8区の安倍洋樹、3年、楽観22位の大ブレーキで12位に交代。9区の白川洋太、2年、木観16位で万事休した。直前の最終合宿でエントリー16人のうち14人が風を罹患。無念の結果となった。レース後、藤原監督は、1年経ってこんなことしかできてない。自分自身も少し考えたい、と神妙に語り、 エースの吉井大4年生についての思いを問われると、期待に応えてくれてきた世代だけに、こういう形で終わらせてしまって情けない、と、うつむいた。次期エースとなる吉井俊ら走りについては、やろうとしてきた強化の仕方は間違っていなかったのではないかと感じてます。とした上で、隙を作ってしまったのは全てマネジメント側のミス、と、頭を下げた。